デデ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 デ40年前それは生まれた時ですよ多分ね、10年ぐらい前かな、うん、にこれ、なんかフィギュアでね、うん買ったやつのドムなんだけど、うん、今回はこちら、うんアサルトキングダム、うんMS-09R、うん、リックドム、なんか宇宙に出てくるドムだね、うん、なんかキングっていうとこがかっこいい、はい、うん、ちょっと裏の方を見せてください、うん、なんかね、うん、鉄砲もついてるし剣もついてるみたいですね。えどれもちょっとよく見せてくださいね。はい、はい、ほんとだ、なんかいいのかったねえ、うん、まさかメグの時代でもねえリックドム、ドムガンダムがね、好きだと。はい、ということで今日はそれを紹介してくれるんだよね、うん、はい、うん一応その T シャツも、うん、T シャツもちょっと見せてください。じゃじゃーん、じゃじゃーん、それ何の T シャツですか？ミニオンダッシュ、うん、ミニオンの T シャツ、うん、今年の夏7月の31日だっけ、うん、ね、ミニオンズがロードショーね、ミニオン好きだもんね。はい、ゆみちゃんから T シャツ、もらいましたね。3人でお揃いのやつなんだよね、うん、はい、ということで今回はこれ、うん、はい、食玩、食玩アサルト、うん、キングダム、うん、はい、これを開けて、見てみたいと思います。じゃあ開けてみますかね。はい、ちょっとねこれよりは、うん、ちっちゃい、ちっちゃいと思うんだよね。下から開ける、うん、なんか硬い、かあの台座がついてるやつだよね、確かね、うん、台座がついてるやつなんでちょっとちっちゃいかな、ね、はい、なんでちっちゃいのかな、わ、超でかっ、お、どう、お、ちょっとミニサイズかな、だけど結構いいじゃん、うん、うお、すげえ、メグの好きなドム、ビッグドム、おー、かっこいいじゃん、それ。ねえ。よっしゃ。すごい。なんか、足とかがちっちゃい。どう？可動部分はどんな感じ？全部動く。腕も。頭っていうか顔は？顔は動かないか。動く？あ、動いてる。動く？嘘！顔は取れる？ヘルメットっていうか。取れません。取れないか。こっちはね、取れるんだけど。顔も動くんだ。すごいね、意外に。こっちは動かない、うん、こっちはね、ヘルメットっていうか顔もね、取れるんですよ。じゃあ、すごいね、組み立てていきます。はい、ちょっと見せてください。ん、ほんとだ、すごいね、結構可動域が大きいですね。うん、はい、なんか、こっちの方が薄い紫、うん、ちょっとやっぱりね、足の裏のやつはやっぱり、ちょっとね、食玩なんでね、うん、はい、ちょっと手抜きですかね、はい、そんなもんですね。はい、こちらはね、こんな感じでね、はい、結構細かく作ってあるやつなんですけど、メグも細かく作れるよ、はい、そうですね、うん、はい、じゃあどうする、うん、パーツつけてみる、うん、はい、よいしょっと、最初は手のパーツを決めよう、うん、うん、どれにしようかな、最初はグー一つ、パー一つ、グーの方がいいんじゃないの、グーの方が取れ持つことできるじゃん、うん、そうだね、左手はグーの方がいいかな、じゃん、それが右手かな、うん、うん、あ、そっちが左手か、そうだね、そっちが左手で、右手がグーの方がいいのか、硬い、ねじ込むし、はまれはまれはまれはめるはまれ、硬いな、はまるね、はまった、全然甘くない、甘くない取れるのが甘くない、うん、
緩くないってことですか。うん、はまれはまれはまれ。結構きついですか。きつい。はまった。きつい。疲れる。腕が疲れるよこれ。どんな作り方なんだ。結構ガッチリはまるってことかな。うん、はまった。うん、はまった。おお。じゃあこれは入れて。うん。これを入れて。剣。うん。剣を。剣。うん。これ剣さ持つこともできるのかな。うん。ね。もう結構いろいろなポーズができるね。うん。すごい。これを出して剣も出す。剣が出せない。すごい。よし。やっぱり剣を持てるのがいいよね。うん、ね。こっちのやつは、うん、ね、剣が取れないんだよね。うん、だからそっちのやつ剣を持たせることができるの？うん、うん、取れた。それ抜けるの？こんな隙になってる。おお、抜けた。すごいね。それ背中に背負うんだろ。そう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 、そう、忍者みたいだからね。リックドーム、ドームは忍者ね。すげえ。で、うん、最後腕にこれを持たせる。うん、持たせることできるかな。それ刺さる。え、刺すことできる。腕が抜ける。もうちょっと刺した方がいいんじゃない。ギュッて刺さらないんです。え、刺さらない。甘い。あ、メグそっちじゃないんじゃない。そっちじゃなくて見せて。あのバズーカの後ろの方みたいで見せて。ん、あ、そうそう、そっちでいいんだ。そっちで。すいません、失礼しました。腕が固く。よし、はまった。はまってない。それ硬いの。よし、こっちもこっちではめる。うん、じゃあ最後にポージングをとって完成っていうことにしようかな。あれ、うん、そういうことか。うん、どういうことですか。はい、じゃあかっこいいポーズを決めてください。はい、それですか。うん、はい、こんな感じですか。じゃあこっちもちょっと並べてみますかね。はい、なんか、はい、こっちが子供でこっちが大人みたい。すごいね、かっこいい。うん、はい、ということで、うん、今日はですね、うん、はい、これですね、はい、これ、アザルト、うん、キングダム、うん、リックドーム、を紹介しました。以上です。アンジョー。